誕生日です。ハイプレ2枚なんだけど、こっちどうしよう。クーギル、まあ戦機にも刺さらんことはないかな。ただ基本刺さんないな。洗濯機っぽいな、それやられ方が。え、このハイプレさ、生かさないとマジやばいから。これ何？ザップかな。間に合うかな。あらあら、どこ？うーん、じゃあいけない。やめた方がいい。いや、もういけない。これ帰りたいな。アーマーだからちょっと引いて、これさ誰か持ってくんねえかな。持ってこんなそう。いい？あー、これはいかんだった。これ入れた方がよかったの。じゃあその辺に誰かいるってことだね。いやー、これきつい。痛い。洗濯機いた。これいけるかな。お、いいね。頑張れ頑張れ頑張れ。はい、他力本願です、いつも。頑張ってもらってます。ビーバスです。
こっちシューター4枚だな。まあ相手もリッターしかいないけど。疑似入ってそうだなこれ。いいえ強すぎる。あ、ごめん。じゃあどうしようかな。よしよしよし。オッケー。うんうん、惜しいね。22と思います。もう入んないと思いますね。ありがとう。いやー、アーマーがきついね。ナイスカイリー。正面に誰か入って、右も誰か入ってます。なんでこっちに来る？そうね。40まで入っちゃうかな、これ。相手アーマーなので、あんまり痛くないね。なんか後ろにいるんだけど。これ強い。あの人だけだ。これだね。これ塗りつぶしておいて。アワー上になるか。強いね。ああ、バレてんのか。どうしね。なんかじゃあ。これ雨、非常にね、大事なんで。
頭かな。60、あっさりなとけど神じゃん。クワットの人ずっと頑張ってたな、相手のチーム。助かるありがたい。なんだろう、やっぱりキャリーされ力って、あのカモンとナイスのね、量によると思うんですよね。なんか私調子悪い時、だいたいカモンもナイスも一回もしてなくて、それをスリーにするとね、勝てるようになるので、おすすめです。カモンとナイスね、連打するのおすすめだと思います。